何をやるかわからないんだ。そういえば寺内さんはその藤巻選手に、はいはい、まあやっぱりね、彼の37歳、この大ベテランで、昨日の準優からのファイトを見ましてね、まあどういう作戦を取ってくるかちょっと伺い知れませんが、彼はやっぱりこの若手を使うか、どうだから、とにかく後ろにしっかり高村というね、あのコンビがいますから、藤巻も思い切ったレースしてくるんじゃないでしょうか。なるほどね、はい。さて、各選手がスターティンググリッドのところをやってまいりました。では福島さんと私はちょっと実況席の方へ参りましょうか。さて、各選手がそれぞれのグリッドにマシンを装着いたしました。一礼いたしまして、乗ってまいりますが、もう一度それでは1番からご紹介いたしましょう。1番が中野浩一選手、チャンピオンセーターをつけております29歳、福岡。2番が藤巻昇選手、37歳、北海道。3番が高橋健二選手、地元愛知で33歳。4番東明選手、25歳、45期神奈川。そして5番が高橋義行選手、兄弟でこの優勝戦に臨んでおります29歳、弟33期、愛知です。5枠6番が高村敦史、28歳、35期、北海道。7番が野原哲也、25歳、51期、福井。そして6枠8番が鈴木勝、30歳、45期、奈良。そして9番が前田義之選手、22歳、52期、栃木の出身でございます。6枠2人はオールスター戦、優勝戦が初めてです。さあ、誰がスタートを取りに行きますか。高橋選手ですね。はい、高橋義行選手が取りました。高橋義行選手がスタートを取りました。したがって中野を入れますね。中野を迎え入れるわけですね、はい、中野、あと高橋健二のお兄さんですね。現在中野選手は後ろから2番目におりますが、まだ上がっていきません。しかしまあこれで高橋義行選手がスタートを決めましたので、あとはもう中野選手が上がってくるのを待つだけという感じですね。外の赤いユニフォームが高橋健二選手、これがお兄さんの方です、はい、お兄さんが行きました、はい、前へ。中野選手の位置を見てるわけですね、はい、後ろを見まして中野選手を確認いたします。1周目終わりました。 400m のバンク7周いたします。さあ中野選手がずっと上がっていきまして、後ろの様子を見てからですね。そうですね、前の方へ入るわけですね、はい、また下がりました、ね、下がりますね。迷ってますね、はい、先頭誘導員、その後ろにつけておりますのが高橋健二選手、そして外からずっと上がっていきまして中野、ここで高橋健二選手が引いて中野が入ります、はい、中野、高橋健二、高橋義行と、ここは中野、そして地元愛知ラインというふうに言っておりました。北海道がつきましたね。ああ、そうですね、はい、藤巻高村です、はい、そうすると7番の野原、はい、8番の、その後に8番鈴木ですね、そしてその後9番の前田、前田1番後ろが、4番の東明と、こういうことになります。こうなりますとどこで7番か9番の仕掛けなんですね、はい、どっちが早く仕掛けるかなんですね、この若手がどういう競争を見せるかで、なかなかそれを計算をうまくいければ、はい、3番手のいい位置が取れるわけですね。そうですね、安定した隊列になりました。正攻法の位置に入っておりますのが中野、その後ろに高橋健二、そして高橋義行、その後ろが北海道が続きまして藤巻昇、その後ろに高村敦史、そしてその後ろでございますが野原がつけています、7番です、これが野原です。野原の後ろに8番の鈴木勝、そして8番手が9番の前田義明、9番手一番後ろになりますが東明と続いております。あとはこの藤巻選手がですね、はい、この若手が来た時に乗り換えるか乗り換えるかな、乗り換えないかなというところなんですね。現在藤巻選手、今画面の左端に映っておりますが、2番選手ですね、2番の黒いユニフォームをつけております藤巻。野原選手、さあ野原選手が上がっていきました。野原の後ろから鈴木、そして前田、さらに東と上がっていきます。若手がずっと上がっていきました。二分になりましたね、若手とベテランの、はい、完全に2列並走になりまして、内側がベテランと申し上げましょう、外側が若手です。今の若い人はレースが速くなったんですね、動きが。さあ前田が上がっていきます。その後ろに東がつけました。3列になりまして赤番を迎えようとしています。
これで野原が、はい、前田がもうここで先頭員を抑えました。そうですね、先頭誘導員が対比に入りまして外から上がっていきましたのは野原、野原の後ろに続きまして鈴木です。なかなか厳しいですね、4番手、はい、さあ現在のところバックは4番手、4番手で中野通過いたしました。ジャンが入りまして残り1周半になりました。ペースがずっと上がってまいりました。外を通りまして前田、はい、中野のまくりが見られますね。そうですね、どこでまくるかですね。前田、東と続いています。内の方へ野原がちょっと入りました。中野は現在4番手、中野現在4番手、日本の中で行きますか。はい、さあ上がっていきます。しかし8番の鈴木がちょっと中野を押し上げるようにいたしましたが、中野ぐいぐい行きます。中野行きます。その後ろから高橋健二、高橋健二が続いています。その後ろに高橋義行も行きます。さあ中野先頭に立った。第4コーナーのカーブを回る。中野先頭だ。外から高橋、外から高橋、高橋兄弟が来る。後ろで落車。高橋健二が1着ゴールイン。12年ぶりの優勝ですね。ゴールインです。50年の千葉ダービー以来2回目の特別制覇になりました。高橋健二選手、10年ぶりですね。そうですね、ダービー以来ですね、はい、息の長い選手ですね。そうですね、昨日インタビューの時にも10年ぶりの優勝ということになるかもしれませんねって言ったら、いやそれはどういう意味にとったらいいんでしょうかというふうな話をしてましたけどね。嬉しいでしょうね、まして地元ですからね。そうですね、高橋健二選手が見事中野をマークしていくというふうに昨日も話してましたけどね、はい、その通りのレースになりました。それをまた高橋義行選手がよくガードしてますね。そうですね、それでは一つスローでもう一度ご覧いただきたいと思います。高橋健二選手が1着、そして内で中野、外から弟の高橋義行選手も来てますが、2着はかなり微妙なところじゃないかなという感じがしますね。落車があったんですね、4コーナーでね、はい、そうですね、第4コーナー回ったところで後方で、3人ぐらい落ちてますか。そうですね、はい、従いましてちょっと決定まで時間がかかろうかと思いますので、お手持ちの車券はそのままぜひお持ちいただきたいと思います。一応の入選順位といたしまして高橋健二選手が1着ということでございます。まあ高橋健二選手にしてみれば全くこう思った通りのレースというふうに寺内さん言えるんじゃないですか。そうですね、はあ、まあ、やはり、あくまで中野選手を信頼して、かなり前はもつれましたがじっと我慢しまして、三角の入り口まで我慢してましたね。そうですね、なんか赤旗審議ですね。そうですね、と兄弟2人で中野を下したそんな感じがいたします。